どこへ向かいますか？まさか、ワンコちゃんが真犯人だったなんて、ショックです。うむ、頼れる参謀役として、ずっと私たちを支えてきてくれたのにの。しかし、それもすべて、あやつの言っておった計画とやらに関係しているのやもしれぬ。動機も気になるぞ。何かわしらには計り知れぬ事情があるに違いないのである。計画とか動機とかそんなもんはどうでもいい。とにかくあいつはこの手でぶっ殺す。でもビーコちゃんが生きていたのは何よりでした。ええ、そうね。ハッピーエンドの道はまだまだ閉ざされてはいないわ。あの皆さん、ご挨拶が遅くなってごめんなさい。私ビーコと言います。兄たんがお世話になっています。おお、ちゃんとご挨拶できるんじゃの。クソガキの兄貴とはえらい違いじゃ。私はマジョレーヌ、よろしくの。わしは勇者を主戦と、金に困ったらわしに相談するのであ。問一で貸してやろう。私は虹色戦隊虹レンジャーの虹レッド、虹のピオリです。あなたを歓迎します、虹シスターちゃん。私はメロディア、あなたのお兄様の婚約者よ。そこしれっと嘘をつくな。結婚するの？しねえよ。これだからビーコをお前らに会わせたくなかったんだよ。皆さんのこと兄さんから聞いてます。助けてくれてありがとうございました。うーむ、本当によくできた子じゃの。どうやら兄貴とは遺伝子が違うようじゃ。兄たんもビークを助けてくれてありがとう。ああ、でも悪かったな。ずいぶん遅くなっちまった。ううん、そんなことないの。兄たんが一生懸命なの、ビークずっと見てたの。兄たん大好き。うわあ、やっぱりビークは超絶可愛いぜ。ゆっくり話してる場合じゃねえみたいだな。え？どうやらここも危険なようだ。もうきついね。せっかく兄弟が再会を喜び合っているっていうのに。ビーコ、お前は戦わなくていいから安全なところに隠れていろ。でもお前はもう十分に苦しんだ。これからは兄たんが守ってやる。だからな。マリーナ、シュー、わしだが。これで幸せ合わせてやる。
ござるな。お灸を据えてやるかの。覚悟しておけ。わからぬのはケルベロスのやつじゃ。何を考えておるのか。あやつの言っておった計画とは一体。そんなもんどうだっていい。とにかく俺はあいつをぶっ殺す。あいつはビーコを破壊神に変えて苦しませ、俺にビーコを殺させようとして苦しめた。絶対に絶対に絶対に許せねえ。ねえ兄たん、ケロタンを見つけたら兄たんはどうするつもりなの？ん？そうだな、まずボッコボコにぶん殴るだろ。それから四つ裂きにして、串刺しにして、みじん切りにして、釜茹でして、それから。でもその後仲直りするんだよね。仲直り？そいつは無理な相談だぜ。1万回ぶっ殺しても許せねえな。兄たん変わったね。仕方ねえだろ、強くなるためにいろいろあったんだよ。そうだね、ビーコのためにずっと戦ってくれてたんだもんね。ああいや、ビーコのせいで変わったとかそういう意味じゃねえからな。なゼック様ったらビーコちゃんに全然弱いのね。うるせえ、ほっとけ。兄たんとキラタンが仲直りしてくれるといいのに。いっぱい悲しくて、いっぱい苦しかったけど、でも兄たんとケロタンと一緒に暮らしていた時が一番幸せだった頃。また3人で一緒に暮らせるといいな。Teasing me softly, I'm lost.
相手出てきやがる。一体どうなってやがるんだ。ケルベロスは超転生を生み出した最高レベルの魔術師じゃ。この程度の召喚術はお手のものじゃろう。ケルベロス、あのクソ犬。うわっ、こんな時にまた体が。そうだぞ。ただでさえそなたの体は超転生と戦いを繰り返してボロボロなのだ。無理すれば本当に死んでしまうのである。私のは無理なのである。くそ、こうなったらせめてビーコだけでも逃がしてやらなきゃ。どうしたゼット、決して諦めないのが貴様の心情ではなかったのか。無敗天下無双天上天下唯我独尊世界の魔王イバールとは我が輩のことだ。いかんピーコ、こいつに近づくとアホが映るぞ。魔王様、ニータを助けに来てくれたの、ありがとう。ゼットのためではない、ビーコちゃんのためにやってきたのだ。さあゼットよ、残りはザコだけだ。弱った貴様でもなんとかなるだろう。ち、余計な真似しやがって。なんだったらこの魔王イバールが仲間になってやらぬこともないぞ。仲間にするかよ。ピーコにアホが映ったら大変だからな。強情なゾンビ。よいか、この魔王イバールが仲間になってくれる機会などもう二度とないかもしれぬのだぞ。期間限定空前絶後前代未聞千載一遇一石二鳥の大チャンスなのだぞ。そこのところも。Z とビーコの物語に心動かされ、すっかりファンになったようである。魔王様、お願いします。ニータを助けてあげてほしいの。おい、ビーコ。
子は。ほー、ビーコちゃんの頼みとあらば、喜んで仲間になってやろうとも。やりました、虹魔王さんの参戦です。これで虹レッド、虹ジェットさん、虹キングさん、虹プリンセスさん、虹マジカルちゃんに虹シスターちゃん、それに虹魔王さんを加えれば、なななんと虹色戦隊虹レンジャーが7人全員揃いました。真のヒーローは遅れてやる。虹魔王参戦。やる気満々ですね。当然だ。説明しよう。虹魔王はビーコちゃんが近くにいるとやる気が100倍に上がるのだ。行くぞ、虹色戦隊虹レンジャー出動。虹魔王の魔力の冴えを見せてくれるわ。ムハハハハハ。ノリノリじゃねえか。あいつ、本当に魔王なのか？決勝戦の前に引けるプレイ！スイングターンです！絶対諦めねえ！Thank you.
強いんですね。ブハハハハ、当然だ。我が輩は全宇宙一強く、全宇宙一偉大で、全宇宙一すごい魔王イバールなのだぞ。魔王様かっこいいの。でそうかな。よし、ピーコちゃんのために張り切っちゃうぞ。バッチコーイ。これのどこがかっこいいんだ。ピーコの将来が心配だ。魔王様って下手にイケメンなだけに余計アホさが際立ってるのよね。衣装からもただならぬアホさ加減が漂っているのである。知能レベルは言うまでもなし、文句なしのアホじゃ。アホアホ言うな。魔王に対して失礼だぞ貴様ら。もっと敬意を払え、敬意を。楽しそうね、ピーコちゃん。まあな。これからはピーコ、お前も一緒だ。うん。嬉しいな。ピーコ、もう誰かとおしゃべりできると思ってなかったから。いっぱいいっぱい壊して、たくさんの人を傷つけて、ずっと死にたいって思ってた。もう何も言うな。これからは我が輩が守って。それは俺が言うセリフだ。お前は散ってろ。破壊神のことは忘れろ、ビーコン。お前は何も悪くない。お前は被害者なんだ。でも忘れるんだ。悪いのは全部ケルベロスのやつだ。ケルベロス、どんな事情があるかは知らねえが、ビーコを傷つけた落とし前は必ずつけさせてもらうぜ。Softly, killing me softly, teasing me softly.